えー、病理学という言葉聞いたことある人おるかな。あります。どんな、どんな、どんな、どんな学問やと思う。確か、なんお前聞いたこと、本で見たこと。本であるやけど。んお茶、お茶の本ちゃうか。<laughs> <laughs> なるほど。病気につてか調べるかか。はい。そうやね。病気、まあ、これわかるよね。病気の。 病気についてですよね。この、この言葉の意味わかるかな。理科の理。えー、と、音読みとちゃうな、訓読みしたら、何て読みます。断りそうね。理屈とか、理由とか、それからものの成り立ちです。それから、病気がどうやってできてくるか。ということを勉強するのが。病理学です。で。これもね、この30年間ぐらいの間に、ものすごくよくわかるようになった。 もともとは病気というのはおかしな話ないけどもその2,000年ぐらい前からどうやってできるかというふうに考えられてたかというと昔は体液の乱れ何のことかわからなんけどもさっき言った血液があってそれから 粘液って聞いたことあるかなベチャベチャっとしたやつやねあと胆獣これは聞いたことあるかな肝臓から作られて消化液の一種ですねこれが黄色のやつと黒のやつがある。で体にはこの4つの液体があってそれのバランスが壊れることによって病気になるというふうにギリシャ時代にこの2,000年ぐらいずっと どれぐらい前までかというと、150年ぐらい前までずっと信じられてました。これも全く間違い。で、この頃は、ですから、その、これの血液と粘液と、この胆汁のバランスの乱れで病気になっているというので。病気になってお医者さん行くでしょ。何されるかというと。日本ではあんまり行われなかったんだけども、アメリカとか、ヨーロッパでは何を行われたかというと。瀉血、血を抜かれました。考えでわかるよね。病気の人から血抜いた、大体悪くなるんですよね。 そういっった治療がずっと行われてたところが19世紀の中頃になって150年ぐらい前になってその頃から言われ出したのは細胞病理学そうでではないですよ昔からずっと何にも理由がなくその体液の乱れで病気になると言われてたんやけどもそうではなくて細胞が異常になる。 今話をした細胞体の中の細胞が異常になることによって病気になり,なりますよというのが分かったのが大体、まあ、150年ぐらい前ですねウィルフィオというすごく偉い人がしてその人がこれをそのウィルフィオという人のは本当に偉くて、えー、ドイツの人なんですけどもこの学説をねもう絶対正しいというふうに思いついたのが20代の後半ぐらいですやっぱり、ね、そういう人っておるよねあの時々おるね。 各学問分野に100年に人人ぐぐららいいいい出るののの偉さの人というのはいますね僕はあの自己紹介いいの忘れましたけどあのノーベル賞を取られた本庶先生の研究室で5年ぐらいおってこのキャンパスはすごく馴染みがあるんだけどでもウィルヒョウとしては本当に偉くてただものすごいのはあんまり賢すぎてもう20代から30代ぐらいでもう医学の研究はやめてその後政治家になります。 で政治家になってもすごく偉くて、えー、もう世界史まだ習ってないかもしれませんけどもビスマルクというそのすっごい偉い政治家が聞いたことあるかなプロシアのそれと張り合うぐらいまでいくもう本当に天才ないねやっぱりそういう人昔はおったんです今はいないけどでずっと細胞病理学、まあ、もちろん今でも細胞病理学です細胞に異常が起きて病,病気になるただ今は分子病理学 という言葉ももあっても分子のレベルで細胞の昔はですからウィルフィオンの時代からは細胞が異常になるということからはその病理学をやったんけど今はもうその細胞の中の分子レベルでどんな異常が起こることによって病気になるかというのがどん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 分かってきてます。だから 僕なんかがその学生時代習った医学というのはあんまり面白くなかったんですよ。そのあんまり分かってないことを無理やり教えられてて本当に記憶せな感覚だったんだけど今も本当に論理的に病気というのがすごいメカニズムが分かっている。でこれが分かってくるとその病気に対するお薬の開発というのが非常にうまく行われるようになってきているというのが今の時代です。まあ、さっきお話をした本先生なんかもそそれでその ある種の免疫の研究を始められてがん細胞をやっつけるようなお薬が開発されたというのはこの分子レベルでの開発が進んだということになります。